それでは今日の問題を解いていきましょう。ものすごく久しぶり、1ヶ月ぶりの更新になってしまいましたが、今日は早速連立方程式を解いていきたいと思います。ちょっとテクニカルな感じでこの連立方程式を解いていきます。 3x プラス 2y イコール6、 6xy イコール5というような連立方程式です。まずですね、どうやって解いていくかっていうと、まあ 3x を α、 2y を β みたいな風に考えていきます。まあ α、 β って置いてる時点で、ああこれねっていう感じの人も多いと思うんですけど、こういう風にすると 3x プラス 2y イコール6は α プラス β イコール6ということで、 6xy イコール5というのは α、 β イコール5というふうに書けるわけなんですね。これってなんだっけって言うと、解と係数の関係っていうのの使えるようなまあ組み合わせであるわけなんです。まあ解と係数の関係を使う、まあこれ高校入試の問題とかで出たもののようなんで、解と係数の関係を使うのが適切かっていうことはちょっとあるんですけど、まあ解と係数の関係を使うとちょっと面白そうだなっていうことで、まあ解と係数の関係ですから、t2 乗マイナス α プラス β t プラス α β イコール0。まあ上の式で x 使ってるので、ここでは t ってしておきますけど、こうすると t-α かける t-β が0になるっていうふうに、まあ因数分解できるよねみたいな、まあこういう性質を使う、上手に使ってあげましょうっていうのが、まあ解と係数の関係で、これにのっとって書くと t2 乗マイナス 6t プラス5イコール0ってことですから、 t-1 かける t-5 イコール0ということになるわけですよね。そうすると t は1または5ということになるわけです。すなわち α と β っていうのがですね、これ1、5っていう組み合わせか、5、1っていう組み合わせのどっちかだということがわかるわけです。こうなると α も β もね、 x と y だけの式ですから、あとはまあ普通に解いていけばいいんで、 α、β がまあそれぞれ1、5の場合は 3x が1、 2y が5ということになるので、 x は3分の1、 y は2分の5ってなります。次に α と β が、じゃあ5と1の時というのも、まあ順を追ってやっていけばいいわけです。同様ですね、 3x イコール5、 2y イコール1ですから、x は3分の5、y は2分の1というふうになります。まあここでもう答えはね全部出てますけど、まあ答案っぽく答えをまとめていくと、xy っていうのは3分の1、2分の5という組み合わせと、3分の5、2分の1という組み合わせの2つになるということがわかるわけです。いかがでしょうか。まあ連立方程式なんですけどね、解と係数の関係みたいなところ、二次方程式を使ってあげるということで、まあちょっと難しめの、まあ高校受験の問題みたいな感じかと思いますので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。